ここにいるナイトメアは実は元黎明の人間なんだ。え、そうなんですの？ナイトメアというのは人間が擬態化してなるケースもあるだろう。確かにジャックさんがそうだね。だからそこのナイトメアは元は人間なんだ。そして行く先々で僕たちの前に現れたのは僕たちにゆかりのある人間だったから。なるほど、ジャックさんのようにそこのナイトメアも人間の時の記憶を持って行動しているということですね。そう、生き残った僕たちに会いたい、そんな思いできっと行動していたんだ。でもナイトメアには破壊衝動がある、だから襲ってきた。言ってることは理解できたよ。じゃあそこのナイトメアは黎明の誰だっていうの？それはわからない。ただこれまでの情報が黎明の人間だって指し示している。肝心のところがわからないんですね。でもそれが誰だか解き明かせば、もしかしたら記憶を呼び覚ましたりしてここを切り抜けられるんじゃないかな。でも誰かなんて。どうしたのだグレーテルよ、突然笑い出したりなんかして。随分と穴の開いた推理だと思ってね。僕の推理のどこに穴があるって言うんだ。前提条件かしら。あなた大事なことを失念しているわ。大事なこと？これは五木から報告を受けているはずだけど、そもそも黎明の人間って全員死体が見つかったはずよね。そうだったわ。確かに私もその報告は聞いたわ。ええ、そうでしたね。報告では黎明の人間は全員死亡でしたね。おつーちゃん、それ忘れていたの？おつー、あんたね、全然的外れじゃないの。いや、これは、その…もういいわ、オツ。そんな、待ってくれ、赤ずきん。もう黙ってろって言ってんのよ。お姉ちゃん。すねえ。そんなもん食らうか。攻撃を避けながらコアを破壊するとは、さすがは赤ずきん。どれ、我も加勢するぞ。ジェイルが泣いてます。じゃあこれで、あのナイトメアとちゃんと戦えるってわけね。止められなかった。こうなったら仕方ないよ、おつーちゃん。幸いにもお姉ちゃんがコアを破壊してくれた。だからあの謎のナイトメアをやっつけよう。でもあのナイトメアは死ね、死ね、ギギ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 レにしてやる。何をやっているのだ、オツ。早
早く加勢せぬか。仕方ない。さ、行こう、おつあちゃん。うん、こうなったら倒して絶対に生き延びよう、姫。現れたわ。お仕事しますよ、行きますよ。行くよ。雲はいいな、これでも受けてみろ。すっごいよ。もうちょっと。行くわよ、これでも味わいなさい。私の番だね。これで終わりに。Mm-hmm.
きますよ。すごいのをお見舞いです。遊ぼう。このこのこの緊張した。はぁ、行くわよ。見せてあげるわ。もうちょっと任せろ。お仕事しますよ。すごいのをお見舞いです。すっごいの見せてあげるよ。頑張るね。このこのこの、出番ね。そろそろ終わりにしましょう。よし、来た。遊ぼう。このこのこの、お仕事しますよ。出番ですね。しますよ。疲れてきた。もうちょっと私の番だね。しっかりして。とてもいいわ。相手になるわ。終わったか。思いっきり行かせてもらいますよ。それ元気もりもり。私の番だね。逃がさないよ。行くわよ。出番ね。行きますよ。やあ、頑張る。逃がさないよ。いい感じ。また遊ぼう。よいぞ。受けてみよう。覚悟なさい。調子がいいです。それ。いた。いける。終わりに行くよ。まただよ。行くぞ。相手になるわ。思いっきり行かせてもらいますよ。行くわよ。調子がいいです。それ行くぞ行くぞ。任せて。覚悟はいいな。よいぞ。はあ、
ですね。あ、覚悟だぞ。みんなの仇、今こそ取らせてもらう。そんな、まだ動けるんですか？いえ、瀕死なのは間違いないわ。あれは、燃え尽きる寸前のろうそくよ。最後に命の火を激しく燃やそうとしている。あ、逃げましたわ。待て。足に力が入らぬ。なんて速さなの。ここまで追い詰めたのにとどめが刺せないなんて。引かないで。あなただってボロボロなのよ。
人はいる。アリスさん以外みんな大丈夫みたいだね。お通よ、これで終わったのか。ここまでのコアは全て破壊したね。だからもしかしたら脱獄でき。な、何？すごい揺れですわよ。これは一体コアを破壊したせいなのかしら。それともさっきのナイトメアが逃げたことで何かが。だから我にも分かるようにちゃんと説明するのだ。どうやら監獄島が崩壊し始めてるようね。なんだと。これは急いで脱出した方が。そうね、早くしないと私たち全員潰されるわよ。アリスは僕が背負う。エムちゃん、白雪も手伝います。それじゃあ行きましょうか。道は覚えてるからついてきて。先に行ってくれ。僕はここに残ってジャックを待つよ。私もジャックさんと落ち合う場所を決めてない以上離れられないよ。そうは言ってもいつ崩落してもおかしくないんですよ。ほら、もう危険よ。ここにいたら確実に死ぬわよ。でもジャックさんを一人にするなんてできないよ。きっと戻ってくる。だから僕はそれを信じて。ダメ、脱出するよ、二人とも。お姉ちゃん、二人とも私にずっと無茶しないでって言っといて、自分たちだけは無茶するの？絶対に待つことは認めない。みんなで生きて脱獄するんでしょ。バカ好き。白雪たちだって辛いです。でもジャックさんを信じて今は脱出を選択するんですよ。ジャックとはきっと再会できる。信じるなら、それを信じなさい。再会を信じる。おつーちゃん、行こう。うん、ジャックを信じて、今は脱出する。みんな、ありがとう。もう待たないですわよ。もう待たないわよ。さあ、こっちよ、みんな。まさか監獄島が完全に崩れ去るとはな。みんな間一髪だったわね。うん、なんとかね。何にもなくなっちゃった。さっきまであそこにいたんですよね。するはずでしたのに、それがもうないとなると、これでもう私たちの希望はついえちゃったのかな。何を言っておる貴様ら、これからでは。
ではないか。そうだよ、これからだよ。だって僕たちはまだ生きてるんだから。できるよ。だってほら。はーい、みんな、ミチルについてきてね。いやー、大姫さんが気づいてくれなかったら、自分ぺしゃんこだったっすよ。あ、ミチル、クララ、太陽教団の皆さんも無事だったんですね。生きていれば。そして希望はあるんだ、つーちゃん。だから再会だって、脱獄だって絶対にできるんだ。